あらみさんこんにちは。マックシェイクが母乳を飲むスピードで作られてるって聞いて興奮した男の子一人はいる。ということで今回もね、かくれんぼやっていこうかなと思います。で、今回久しぶりにかくれんぼやっていくんですけど、前々からね、ちょっと気になってたんですけど、このね、タウントパックってやつ、なんかこれを買うとですね、ハンター煽るポーションとか花火とかいつもやってるじゃないですか、僕。あれがね、増えるということで、ちょっと買っていこうかなと思います。で、スーパーサウンドパック、プリティパーティクルパック、プロジェクタイルパック、エクスプロシブタウントパックということで、まあ、ちょ、音は地味だから、まあ、後で買うとして、プリティパーティクル買おうぜ、ちょっと。やっぱ可愛らしく、女子力出していこうぜ。別に女子じゃないから出す必要ないんだけど。さあ、ということで、最初のマップはベネチアブリッジということで、僕はね、植木鉢になっています。ちょっと最初に植木鉢になって、まあ、なるべくバレないようなところで、パーティクルちょっと試したいなって思います。で、ベネチアブリッジなんですけども、前回一回紹介した、うわ、待って、レインボーアーマーガチ勢やんけ、あいつ。このマップなんかちょっとマップ増えてる場所があって、ここね、ここの部屋増えてるんですけど、まあ、この端っこに隠れるか、もしくは、こっち側なんかあったかな？こっち側に行くか、どうしようかな？あ、ここで行くかな？保護色でバレないでしょ、ここ。ここに植木鉢がいれば、バレるかな？なんか見逃さないから、早速このね、タウントってやつを押してみると、ここで、どこだ？プリティ、え？プリティパーティカルアーダック腹立つからポーションやっとこう。うわー、なんでやねん。う、いる、近くにいる。待って、早くない？残り1分で、え、早くない？なんでもういるの？なんでもうこんなにシーカー増えてんの？10人って早すぎない？ちょっと、あ、近くにいる。やべ、来るよこれ、これ来るよこれ。あ、オッケー、あいつ追ってったから、このままこっち来ないでほしいんだけど、よーし、オッケー、ざまみやがる、バーカ。なんでやねん。ちょっと待って、なんかよくわかんないんで、とりあえず全部買ってみました。これで使えるはず。こっから選ぶんだ。なるほど、ごめんね。なんか選べんの1個しか選べないっぽい。これで使えるっぽいな。なるほど、あ、そういうことだったのか。左遷。さあ、ということで、キープにやってきました。僕はですね、ホッパーになっています。ということで、ホッパーでどこ隠れようかな。とりあえず、新しく買ったタウントパック試したいんですけど、でもここバレそうだな。なんか無難なんだよな。あ、なんかあえてこういう、ここもバレそうだ。結局全部バレそうなんだよな。まあ、とりあえず、なんだこいつは。まさか違うホッパーがいたのか。どうしよう。ここでいっか、とりあえず。一旦ここに隠れて、まあ、一旦もめんして、こっからのタウントパックを頼む。うわ、なんか増えてる、すげえ。え、これどうなんだろう。ちょっと、あ、待って、いる。あ、待って、かわいい。かわいい、これ、相変わらず。ちょっと一回使ってみるか。これで、クラウドナインどう？うわー、なるほど。なんか、シュパーってなるのか。表現力のなさがやばい。そんなにポイント高くないやつだ、これ。一瞬しか出てこないから。4ポイントしか入んないんか。じゃあそんな強くないな。これとかも多分、レインボーとかも。あんまり強くないんじゃない？そう考えたら。レインボー、うわー一瞬。これが、パープルマジック。いくぜ、パープルマジック。おー、なるほどね。思ったよりインパクトが弱かったっていうあれな。とりあえず走るか。なんか今見られちゃった気がするけど。まあ走るか。とりあえず。意外とこういう場所がバレなかったりするんじゃない？こういうさ、謎の場所。どうこれ。あ、やばい、なんか。やられてる音がする。あ、これ来るかな？やだよ。やだよ、あいつ。いや、もう、ホッパーがいたら確実に攻撃するとは思うけど、俺だったらね。僕だったら確実に攻撃するけど、あ、やばい。あ、意外と気づかないもんだ。あ、ちょっとガバいんじゃないですか、あいつ。あいつ、佐賀のガバいばあちゃんだよ、それは。あはは。やべえ、来る。やべえよ。やべえ、マジで。出川出かけた、今。あ、え、やべえよ。ちょっと待って。ガチでこれはマジでやばいっしょ。ちょっと待って。意外とここ見ないんだな。やっぱ色が色だから地味なんだな。いけるもんなんだな、意外と。初手勝ちよろしいか、自分。あ、初手勝ちよろしいかっていうといつも負けるんだよな。さあ、来るだ。おおみんなあれからホッパーってなるとさ、あっちの、なんか建物がある方に行くのかな、みんな。あっちの方がホッパーっぽいわ、みたいな。そういう感じなんかな。なんか意外とバレんな。え、意外といい作戦なんじゃね、これ。逆にねえのパターンね。ホッパー。ナイスホッパー。いけるぞ、これ。1分40秒。あ、これいけちゃうんじゃない？で、ここで、誰もいないの見計らって、ここで、危ねえ。危ねえ。調子乗ってやるとこ、怖い。
なんで今黙ったんだ俺。別に声聞こえてないのに、あっちに別にシーカー側から聞こえてないのにな。あー怖いよ、怖いよこれ、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。あやばい、調子乗りたくなくなってきた。やろうと思って、いや今だったらいけるだろこれ。2ポイントの方でレインボー、ウェー、これがこれがレインボーマジックよ。いや待って、マジでマジでやめて、マジでやめて、もう喋れないから、喋れないからマジで本当に。いやでも、ま、おいいね。あちょっとやめよやめよ、落ち着こう、冷静に。そういうのはさやっぱね、ね。マジ世間話で語彙力のないおばちゃんみたいになっちゃいましたね。おい残り一人じゃん、イエー、汚い声出た、イエー。いやいいんすか本当に。いや、あ待って近い、やめてやめて、本当にやめてね、本当にやめてね、本当に。はいレインボーマジック、あパープルマジックやっちゃった、イエーイ、ジージー。さあということでパイナップルポートやっていきましょう。僕はですね多くの葉っぱになっています。このマップデフォルトで多くの葉っぱ選べないんで、まあなかなか多くの葉っぱ強いんじゃないか。これはあっちがいけないよな、さすがにさすがにいけないよな。でどうしよっかな、どこ行こうかな。もう普通にここ強くね、いやもう普通にここ強くないか。めっちゃ強いやんけこれ。もうここバレないっしょこれ。でサウンドパックもう一個使ってないのがあるんで、ちょっと使うかこれ。エンダーマンヒース、あ怖っ。まあつっても音だからね、もう地味なんだよねこれ。1ポイントしか手に入んないからこれ、めちゃくちゃやりまくろこれ。この端っこで葉っぱはバレない、めっちゃ強くねこれ。なんかしれっときたけどめっちゃ強くない。さあ残り1分切って、シーカーがまだ3人しかいなくて、なんか1人だけあいつ動いてないんだよね。あいつやる気ないだろ。あいつ絶対やる気ないでしょマジで。やる気ないなら帰りな本当。小学校の時やる気ないなら帰りなっていうさ先生いなかった。なんか絶対さ、絶対学校にさ1人はいるよね、なんかそういう教師。あ出たあいつ、まあ、あいつガバガバだから大丈夫だな。あいつキープの時になんかバレなかったし、多分なんとかなるっしょ、余裕っしょ、完璧っす。あはいはい、ガバということでね、ガバ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 っすねこれ。ああざっす、あサムネチス、オッケー。いやなんかさ、あのさ帰りなっていうさやつなんなんマジで。あれ選択肢さ1個しかなくない、なんかどうにかして謝るみたいな、謝ってすいませんでしたってなんか言わざるを得ない状況のやつでさ、なんかさ帰りなって言われたらさ、帰りなって言ったら言ったらさ、なんか僕の小学校の時にそういう先生いたんですけど、帰りなって言ったら帰ろうとしたら帰ろうとしたら逆にぶち、うわうわ、お前気づいてなかったし、しかも一回気づいてなかったじゃん、なんでそうやって、もう本当にもう帰りなマジで、本当にもう帰りな、そうやってさそうやって、ああ、いやちょっと自分パイナップルポートリベンジ、僕はね多くの葉っぱ、そしてまたパイナップルポートをやっていきます。いや葉っぱ絶対バレないでしょうって自信が僕にあります。なぜなら今回は隠れる場所が見つけました、僕はハンターやってる時に。ですね、ちょっと他のやつらがいるとなかなか鬱陶しいんですけど、あえてのこういうとこね、はいはい、オッケー、オッケー、これどう、これここ良くない、待ってもう登ってきちゃうんじゃないこれ、大丈夫、ここ良くないこれ。これ違和感ないでしょ、しかもこれ普通になんか横から登ることとかできないから、あの上から降りてこないとできないんで、ここを攻撃するという考えがまず生まれない。見つけちゃったね、待ってもう9人もいるの、早くない、早すぎない、ちょっと早、あやばい、早すぎる、早すぎ剣心。あであのさっきの話は続きなんですけど、あのさ怒ってさやる気ないなら帰りないみたいな感じで怒る先生さ、本当に帰ったらさブチギレるよなあれ。あれなんなんマジで、子供って純粋じゃん。まあ、中学生とかやったらまだギリ分かるかもしんないけど、小学生に関してはさそりゃ帰るよ。だって帰ってたもん、なんかあバレないね、強っ強っ、あ強っ、え強っ、えマジで最強なんですが、それは怖い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 、え待って、え最強すぎんごって感じなんだけど、え強マジで、えめっちゃ、お残り3人、イエースイエース。もうサムネ十分ってぐらい取れちゃったんですが、こんな堂々といるのになぜかバレません、最強ですわですわですわって、なんか言うアニメのキャラクターいなかったっけ、なんだっけですわってやつ、なんかいたよな、思い出せない、なんかおじゃる丸じゃないな、あれおじゃる丸だっけ、なんかおかめみたい、お前待って、ちょ待って、そう
よくない、よくない。ほんとよくない。ほんと、ほんと、マジで。やだよ、なんか逃げれてる。俺、うまいこと。なぜか知らんけど、俺逃げれてる。なんか知らん。なんで？やあ、やめて、いや、いや、いや、ちょ、待って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 。おー、まだ逃げれてる。まだすごい。すごい、俺めっちゃすごくね。めっちゃ、痛い。変な凝り性出るーということで、ちょっともう一回同じところで勝たせてくれや。いや、絶対勝てるって。なんでバレたのさっき、逆に。もう逆にね、ほんとに。なんでバレたんすか今の。他になんかさ、もう一箇所ぐらい同じようなところないかな。なんか上からじゃないと乗れ、あったー。ありまんがな、あそこに。はい、どうや。どうや、どうや、どうや。どうや。あの金床ちょっとうざいけど。これ、どうよ。どうよ、これ。これ来たっしょ。完璧。完璧ですわ、これは。これはバレない。今度こそバレない、もうマジで。ZIP Date YT。YouTube Bear がいる、もしかして。もしかして、この中に YouTube Bear がいるのか。残念ながら、どれだか俺がもらう。取れ高は俺がもらう。お前は取り直しでもしろ。取り直しでもしてなさい、君は。おーい、おーい、来いよ。はい、オッケー。レインボーアーマーにもバレないと。いいね、これ。いいね、いいね。レインボーアーマーってさ、どれぐらいで買えるんだろう。俺もしかしたらレインボーアーマー買えるんじゃね。もうそんなに隠れんぼめちゃくちゃやってる方ではないけど、まあ、買えるんじゃないかな、ワンチャン。お、バレないでしょ、俺。全然バレねえわ。全然ば、ば。おい、はい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 、あざすあざすあざす。さあ、いやー、待ってこい。もう心拍音が常に心拍音が鳴ってんだけど。人通りが多いからさ、ここどっちから来る。なんか上にもいそうじゃね。なんか下からも上からもどっちからもいそう。あ、おりゅー、おりゅー。おーりゅーって感じ。最近さ、デッドバイデイライトよくやってるからさ、こう心拍音に敏感なんでね、マジで。やばい、キラーが近くにいるんじゃないかみたいな。あ、危ない、危ない。今のは危ない。上から降ってきたけど危なかった。いやでもなんかレインボーアーマーのやつに負けてないのがなんかちょっと嬉しいな。なんかレインボーアーマーの人、お、危な。あ、怖い。あ、YouTuber、YouTuber がいたね。YouTuber が、YouTuber がいたね。はい、はい、どんまい。はい、よかったね。俺のサムネに映れてよかったな。俺が勝つかわかんないけど。俺のサムネに映れてよかったな。あ、待って、怖い。めっちゃ怖いんだけど。めっちゃ怖いんですけど。めっちゃ怖いんですけど。あ、よかった。ああ、しか11人。残り1分半切った。いいぞ。いいぞ、これ。いいぞ、これって言うと、だからすぐピクトはほぼ説みたいに流れるけど、逆になんかいいぞ、これで反応する方がおかしいからね。あの、純粋な人は、なんだかよくわかんないって人は、あの、別にググんない方が、まあいいと思います。はい。うわー、うわー、上から降ってきた。めっちゃいる。やべえ。こんなにあんたに囲まれてるのに全然バレない、この爽快さ。かくれんぼのプロっすわ。プロっすわ。わあ、レインボーアーマーいるね。いますね。やばい。わあ、待って。あ、めっちゃ怖い。めっちゃいる。だってめっちゃおるもんだって。なんか周りに主役は我々だっていう人たちとね、あの、最近よくコラボさせてもらってるんですけど、その中に米島さんって人がいるんですけど、あの、その人がよくプロって使うんですけど、プロもらっていいっすかって言ったら、なんか全然いいよって言われたんで、あの、僕も最近よくね、プロ使うようになりました。さあ、残り10秒。いいぞ。さあ、残り4人。いいぞ、いいぞ、これ。ああ、いい、やった。10秒だったらこれダッシュで逃げれるだろ。これダッシュで逃げれるレベル。さあ、ここでドカンと一発花火打ち上げようや。よっしゃよし、イエーイ、プロ。